もうすぐライブの日だね。緊張しちゃうな。大丈夫。体を動かすのは嫌いじゃないし、いろいろなことを覚えられるのは純粋に楽しいよ。ありがとう。こんな話をしていると一緒の部活に入ってるんだなって思えて嬉しいな。そうだよ、こうして部活の話をしながら一緒に帰るなんてことも今まではなかったんだから。私もすっごく嬉しい。スクールアイドルはまだ始めたばっかりでわからないことも多いけど、頑張って覚えるから。だから教えて、もっといろんなことたくさん教えてね。ええ、ダンスに自信がないって言うからどんなものかと思ってたけど、ちゃんと踊れてるわよ。よかった。自分なりに練習したんだけどやっぱり不安で。どういたしまして。歩の気持ちはわかるよ。愛さんもイベント本番が近づいてきたせいか、不安で夜しか眠れない日々を過ごしてるからさ。それなら問題ないわね。ありがとう。でも、もっと頑張ればもっと良くなるよね。ねえ、どうすればいいかな？教えてくれる？歩の目がマジだ。熱心なのはいいことじゃない。何のためにかはともかくね。そうかな。よかった。間違えずにできてもずっと不安だったの。そう言ってもらえて安心したよ。